はい、どうも皆さん、こんばんは。アザンと申します。今回は、ペプテトリスのテトリスリーグ実況ですね。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、レートね、かなり下がっちゃったんで、まあ、配信とかいろいろ、裏で言ったりとかしたら、まあ、ということでね、まあ、しっかり買って、レートを戻していきたいと思います。じゃあ、やっていきましょうか。KKR さんですね。よろしくお願いします。まあ、ショータイム言ってるんで、まあ、しっかりとね、挑戦変わっていきたいと思います。さあ、やっていきましょうか。しょって、これ合唱を組みたい。文字をしているな。で、まあ、パフェも一応狙いには行くが、まあ、これがないんで、どうしようかな。まあ、こういう感じで、まあ、バックトゥーバックを繋げていくスタイルで、TST なんかも作っちゃって、まあ、こうゴリゴリ行くと、OK。まあ、割かしいいんじゃないか。で、その後また、まあ、ね、TD アタックとかも作れるような感じでね。で、次は、DT 放送か。久々に。ミスったんで、とりあえず打っていくが、まあ、相手は下穴がかなり良さげだな。まあ、一回連積み込むのはありなんじゃないかと思ったが、割と事故った。事故ったんで、ちょっと軽い入れを見せてから、まあ、掘っていくと。で、まあ、その後どうしようか、みたいなところだが。まあ、一旦ね、ここは、TST、打ち込んで、価値をもぎ取っていくと。さあ、しっかりと初戦価値をもぎ取っていった。ちょっと危なかったね。はい、やりでした。次行きましょう。ボラノンさんですかね。よろしくお願いします。レート結構高いですね。まあ、勝ったら美味しいですね。よろしくお願いします。さあ、気合を入れていきましょう。よろしくお願いします。これは蜂蜜砲組みに行くか。がっつり組みに行くが、相手は、三角二号の妥協系か。まあ、妥協系組んでるんで、まあ、その間にちょっと、中開け積み込みも、まあ、一つありなんじゃないかと思うんで、組んでいったが、普通にミスったね、これ。どうしようかな、これ。この後。まあ、ちょっとあんまり良くない形なんだよな、これ。まあ、これはこういって、どうしようかな。ちょっと、こっちがやばいな、これ。苦しい。これ死んだかな、さすがに。死んだね。いやー、ちょっとな、形悪かったな。中盤以降良くなかった。中開けが良くなかった時に。まあ、頑張りましょう。これは三角二を置くんですか。とりあえず準理想系からの妥協系と。それ妥協系になってしまったんで、そこを気をつけていきたいが。相手ゴリゴリなんか積み込んでる。まあ、二連発とりあえず打ってしまった。言いたかったんだが、それは刺さるわー。なんだその網の。やらかしすぎ。ということで、しばかれちゃったね。次行きましょう。次。さすがに今のやばかった。あ、ゲリラ豪雨さんですね。よろしくお願いします。出身がアラブ首長国連邦というか、絶対違うだろうということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょうか。よろしくお願いします。ということで、とりあえずこれも、蜂蜜をバチコリと組んでいこうかな。で、これは、妥協系組もうとしたら、なんか、鬼の位置間違えちゃった、普通に。鬼の位置間違えるのは、普通にやらかしい。まあ、その後、どうしようかな、みたいな。それは死ぬー。なんだそのミスは、やばすぎる。さすがに今の致命傷すぎたね。まあ、しっかりと、置きミスしないように頑張ろう。一回落ち着こう。一回落ち着いた方がいいと思う、俺は。これ一回受けて、TSD 打っちゃって、で、テトリス打っちゃって、まあ、ちょっと下穴塞いじゃうけど、まあ、TSS にしてから、考えていこうかな、これは。で、T ミを見えてくから、これ TSD の、普通に打っちゃってテトリス打っちゃうと、でその後どうするかみたいな感じだが、まあ、これ一回受けてから
PSD 合わせてあげて、んー、まあ、削る方法でいきたいが、まあんまり良くないな、これ。あんまり良くないんで、そこ気をつけたいが、んー、ちょっと迷ってる。迷うと、ちょっと良くないんですがね、という。まあ、こう火力硬直で、事故っていく。これは死んだ、さすがに。はい、やり。やりがたくないんだけどね、負けてるから。さあ、井上さんですね。よろしくお願いします。頑張りましょう。さあ、今日まだ一戦しか勝ってないんで、まあ、ここいらでね、しっかりと行きたかった。うわー、勝ったんだが、行きたかったんだが、ああまあ、そう簡単には行かせてくれないとね。死んだは間に合わねえわ。これで余裕で死にますね。開幕のセットアップを事故らないっていうことが今日の課題尽きる。本当に。もうね、みんなね、それ一番ね、思ってると思う。本当に開幕セットアップを一番事故りたくないって、相手 DT 砲だね、これ。間に合うかな、パフェは普通に。TD パフェがやっぱり強い。まあさすがにね、もう TD パフェ出ればね。DT4 は完全にメタれるということね。ご時世なんで、ここは負けられないということで。まあ今度は、妥協系の蜂蜜粉でいこうか。どうしようかな、これ。まあ一回受けていいな、これ。一回受けて、ちょっと微妙かもしれないなーって感じだが。まあ掘ってって、これで、そのまま。オリデンを見せていく。で、まあまあ繋がる。こいつは強い。で、相手ギリギリ刺さってないが、このテトリスが普通に刺さるでしょう。オッケー。はい、やりでした。伸びしろですね。しっかりと勝っていく。さあ、白山 GP さんですね。よろしくお願いします。リーグ昇格。ワールドスター B ですか?羨ましいですね。しっかりと番人していきましょうか。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょうか。よろしくお願いします。これ、ディネパフェ相手いくか。相手のディネパフェ構成で、火力を出していきましょう。で、これをパフェが取れると。これ、パフェが取れるのが美味しいんですね、これ。で、DPC みたいな形にして、TSD を打ち順と。いいっすね、この、やっぱね、ディネパフェ普通に強いんですよね、こういうところが。まあ、こういうところが、しっかり出せると、ディネパフェは普通に強い。みんなも使おう。冗談です。これは、深いポーズか。で、パーフェを取っていくと。で、ミスっていくと。DPC。で、勝っていくと。ということで、まあ今回はここら辺で終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。僕のね、モチベにつながるんで、ぜひお願いします。ポチッと押すだけでいいんで。まあ、あとね、普段ね、ライブ配信とかもやってたりね、まあ、これ以外に動画たくさん上げてたりしてるんで、あとは X もやってるんで、まあ、YouTube やスリムチェックよろしくお願いします。では、またお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。